決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素ハートとかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。任せてください。おい、おい。
助けが必要な方がいるはずです。やっ、崖っこしましょう。6308式ユニット、おい、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。急がないと。綺麗にしませんと。ここはさっきと同じところじゃないか？
ぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前、やっとたどり着いた。あのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚く。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのが分かるから。新入りか？奇遇だな。俺もだ。こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。懐かしいな。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは、3人に会ってきてそれぞれ自分を象徴するものをもらってきて、ショーゴは料理人に、キキは大商人に。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。もうはすでに境界を越えた人間だから。前にも言ったけど、王城堂が最初に行ってたのは魔人戦争の時期は死体の山、その時に往生堂ができたの。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、魔人の残滓が、それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い境界を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今のリーユエコーがあるこれは以前の同志が好んで語ってたことだよ。どれだけ理解できてるかは、この時代は恵まれてるよ。そろそろ時間だね。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。
急がないと。